皆様、新年明けましておめでとうございます。2022年もあつみゅ、そして森内正代をどうぞよろしくお願いいたしまし。ゅF1 周波数 88.7 メガヘルツ、こちらはラジオ川越です。ラジオ川越はレディモというアプリでお聞きいただけるほか、インターネットサイマルラジオ JCBA でもご視聴いただけます。24653森内正代のあつまれミュージカルの森、木曜夜の11時から30分番組、川越にミュージカルもっと根付かせる。あつみ森内正代のあつまれミュージカルの森。はい、こんばんは。皆様、ミュージカル俳優の森内正代でございます。木曜日のこの時間は私森内正代が30分間皆様のお耳を拝借して、ミュージカルに少しでも興味を持っていただけるように、あらゆる情報を楽しくお伝えしていきます。あつまれミュージカルの森、略してあつみゅ。はい、皆様、2022年が始まりました。1月の1週目。はい、年始はね、いかがお過ごしでしょうか。おせち食べ過ぎてませんか。雑煮食べ過ぎてませんか。僕のね、実家はね、滋賀県で白味噌のお雑煮なんですね。で、お吸い物系のお雑煮とかたくさん地方によってあるじゃないですか。でも僕は白味噌のお雑煮が本当に好きでね、もうこれを食べるために一度は必ず帰ると言っても過言ではないですけれども、はい、まあね、この放送の頃はお正月休み明けで、ラマンチャの稽古に私勤しんでる頃だとは思いますが、収録時点では年末でございます。まだクリスマスを終えたばかりの時期でございます。ちょっと憧れてたというか、テレビ見て年末に皆さん、まあ、番組撮って年始の格好して袴とかさ、いろいろ着物とか着てさ、皆様新年明けましておめでとうございますって言ってる番組の大半が、年内に撮ってる芸能人の、お笑い芸人の方たちいるじゃないですか。それだよね、この状況がね。ちょっと憧れでした。はい、夢少し叶ったり叶わなかったり。今度はね、テレビとかね、そういうものでね、この夢が叶うといいななんて思っておりますけれども、はい。そして冒頭ではございますが、発表から少し遅れたお知らせではありますが、この2022年の3月にですね、森内正代のあつまれミュージカルの森の特番生放送をすることが決定いたしました。パチ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 、ありがたやでございますね。ラジオ川越さんの本部からですね、お声掛けをいただきまして、3月10日16時からですね、ゲストに俳優の凛太郎さんを迎えてトークさせていただきますね。また凛太郎さんでございます。これまた凛太郎さんって言ってるんですけれども、実は、凛太郎さんにオーバーしてたのは、もともとこっちの生放送の方でゲストで来てくれないかっていうものを、もともとオファーしてて、それがこう時期が読めない状態でずっとこう長引いてた状態だったんですけれども、その3月ということが決まる直前ぐらいに、うん、もう今年はないだろうな、生放送ってなった時に、じゃあ呼ぼうよみたいな感じで思い立って、生放送の前にガッとこっちを。で、その連絡をやり取りしてる間に、生放送も時期が決定したということでございますんで、まあね、りんちゃんとはね、ほんと古い付き合いでございますから、こうやってもうりんちゃんのことを考えるだけでちょっと関西弁になってくるような、そんな存在でございますから。もうどこまででも話せることはね、ありますので、3月の生放送もですね、ぜひとも皆様楽しみにしていただけたらなと思っております。できるだけミュージカルに特化した内容にしたいと思いますけど、ちょっと的外れというか、完全個人的な地元トークとかになったら本当申し訳ありませんが、できるだけそんなことがないように生放送進めていきたいと思いますね。あくまで私は迎える側でございます。要はなんていうホストみたいな感じでございますからね。凛太郎さんにね、たくさんいろいろ引き出す
せるようにですね、トークを繰り広げていこうかなと思っております。これに関して質問やトークテーマなどをですね、厚み公式ツイッターにて募集させていただきます。なのでそちらも皆様これから出てくると思いますので、合わせてチェックしてみていただけたら嬉しいでございます。ちなみにそのりんたろうさんはですね、あの生放送の時はですね、ラカージョーポールの本番期間中のむちゃくちゃ忙しい中来ていただきますので、皆様心して聞いていただければと思います。まあそんな感じでね、ラジオ川越さんから生放送のご選びをいただけて嬉しいななんて思ってる、まあ最近は、まあ、ラマンジャの稽古しながら、でも25日がですね、クリスマスの当日がですね、お稽古お休みいただけましてですね、僕はですね、まあなんて言いますか、家族サービス、うん、こんなこと自分が言うと思わなかったけどね、人生何が起こるか分かりませんけども、妻と動物園行ってきました。まあコロナ対策でどこも行けないだろうっていう話になってたんですけど、動物園だったら人が混んでたら途中でやめたらいいし、まあ少し人が行ったとしてもコロナ対策しながら僕らで動けるなっていうところで、じゃあ井の頭動物園行くかみたいな感じでですね、決まったわけなんですよ。でまあその日の前の日も次の日何時に起きるとか決めないで寝てで僕結局12時ぐらいまで寝ちゃったんですけれども、でまあ行けるっつって、よっしゃ行こうっつって行きましてですね、そしたらね全然空いてた、むちゃくちゃ良かった。久しぶりに動物園行った。井の頭動物園めっちゃ楽しいですよ。だからクリスマスだから結構人、しかも土曜日だったんで結構人いるかなと思ってたんですけれども、そしたら意外と全然いなくて、あのね結構あのフリーダムな感じで楽しめました。ヤギとかね、あとはあのカピバラさん可愛かったね。モルモットとかもめっちゃ可愛くって、でそのモルモットと触れ合えるコーナーもあるよって言ってたんですけど、コロナ対策のせいでモルモットとの触れ合いが今はできないって教えてもらっててですね、まあ別にモルモットと触れ合い別にできなくてもいいよいいよ見れるだけでと思ってたんですけど、いざ行ったらですね、モルモットがもう数十匹ガラスケース越しにですね、いろんなカラフルな子がですね、綺麗な毛並みなんだねあの子たちね、もうモコ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 しててね、うわ可愛い、うわこれは触れ合いたかったなとかね。あと猿山ってなんであんなに楽しいんでしょうかね。ちょっと争いが起こるだけでちょっと楽しくて、で消防車のホースの水通ってない時のホースってペチャってなってるじゃないですか。あんなんがこうたゆんって吊るされてるんですね。でお猿さんたちがそこの上をガガガッと渡っていくとですね、どうやってあんなこうもう一瞬でも足外しそうなロープの上をサッサッサーって行けんのみたいな。でなんか話が超えて超えて、パルクールはこれが厳禁なのかなとか言いながらね、そういったわけのわかんない話とかしながら、まあ動物園デートしてきまして、寒かったですけどとても楽しかったし、あったかいね格好してね、あの寒さ覚悟して対策していきましたから、とてもいい休日になりました。はい、そしてラマンチャの男、私が次回出演させていただきますミュージカルラマンチャの男の公演詳細をここで一つ宣伝させていただきたいと思います。ミュージカルラマンチャの男、スペインの国民的小説ドンキホーテを原作としたミュージカル、松本白鸚さん渾身のファイナル公演でございます。公演期間は2022年2月6日から28日まで日生劇場にて公演されます。出演されるキャストは松本白鸚さん、松たか子さん、駒田はじめさんをはじめとする駒田はじめさんをはじめとするでございますね。そうそうたるレジェンド俳優の皆様と共演させていただきます。チケットの売れ行きがものすごくてですね、もう本当にたくさんのお客様にお買い求めいただいているようで、お席のご用意ができる公演もかなり少なくなってきているようでございます。もしご興味のある方は東方ナビザーブや各種プレイガイドでお買い求めください。よろしくお願いいたします。いやー、だからラマンチャの稽古はですね、1日にやる時間が結構短いです。他の稽古の2分の1ぐらいなイメージかな、バッとやってバッと終わるみたいな感じでございまして、白鸚さんに見せる前にこちらで作って、白鸚さんに見せてどうクリエーションしていくかみたいな、稽古が続いていますがですね、本当にね集中してますね。で今回ね、まあ私がですねラバオイというものをさせていただいておりまして、でラバオイがですね結構荒くれなんですよ。でね今日ねちょっと一つ紹介したいっていうか、俳優に聞いてほしい松本白鸚さんの言葉をちょっとお伝えしたいなと思ってて、白鸚さんがおっしゃったのは、
誠実に芝居することは誰でもできると、だらけた芝居をすることは難しいんだとおっしゃってて、いやまさにそうだなと思って、俳優ってど真面目なんですよ。もうクソがつくほど真面目な人が大多数なんです。で僕もこんな感じでございますけど、ど真面目なんです。誠実すぎる。だから言われたことをちゃんとできるようにうわーってやってしまうんですけれども、ラバオイとか17世紀の荒くれ者なんですね。今で言うとですね、運送屋と山賊と、なんだろうな、山岳ガイドとかそういうものを掛け合わせたような、あの山あいの危険な道に乗りを、大事な商品を町から町へ運ぶというラバオイという、職業があってですね、その役割も僕はまあ、元々そのラバオイやる前は囚人というキャラクターからそうなっていくんですけれども、そういったものを演じるときに誠実に真面目にやったってダメなんだと、それが難しいことで、そういうことを皆さんにやってほしいって笑顔で僕たち教えてくれる白鸚さんの言葉がですね、ぐさーっと胸に刺さったりするというか、あ、僕もなんか誠実になってた、囚われたみたいなことを思ったりするんで、やっぱね、経験から来る言葉というか、一人一人を見て投げかけていただける言葉というのはですね、とても身になるような稽古をさせていただいておりまして、毎回集中力がとんでもなく必要になります。時間は短いんですけど、ガッと集中するこういい稽古になっておりますね。はい、これからまだまだ発見があると思いますけれども、ちょっとずつ僕もね、ラマンチャの男の一キャストとしてですね、何ができるか少しずつ分かってきた点がございますんで、まあね、年末のうちは細かい点を詰めていくところで、年が始まってからガガッと全体稽古は進んでいくとは思いますけれども、それに頑張ってついていって、そして引っ張れるような存在になれるように目指して今稽古頑張っておりますので、ぜひともラマンチャの男松本白鸚さんファイナル公演、お時間がある方、そして興味がある方はですね、ぜひとも見に来ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、この辺で続いてのコーナーに行ってみましょう。続いてのコーナーはこちら、ミュージカル川柳。はい、ずみゅ。このコーナーでは皆様からのミュージカル川柳を募集しております。サラリーマン川柳みたいな感じで、ミュージカルや観劇、劇場にまつわる川柳を送っていただいて、僕がミュージカルでリアクションをする、そんなコーナーです。番組公式ツイッターにて募集し、応募のあったものの中からいくつかの川柳をご紹介していこうと思います。はい、ということでね、2022年一発目の川柳のコーナー満席いただいております。ちょっといつまで満席続くかね、ありがたいですね。ということで、毎回毎回感謝しすぎてしまうこのコーナー、はい、これからもよろしくお願いします。あー、まだ終わってないんでね、ちょっと川柳を紹介していこうと思います。では一発目の川柳はこちら、ラジオネームマーチュンママさんのミュージカル川柳です。お正月毎年家族でミュージカル。いいなぁ、お正月に行くのね、これだ。なんてラブリーなの。めっちゃ素敵。お正月に家族でミュージカル行けるの？マーチュンママさんの追記いただいております。子供が小さい時からお正月は毎年家族全員でミュージカルを見に行ってました。娘も息子も巣立って、今では夫と2人でお正月に観劇に行っていますと書いていただいております。素敵すぎるんですけど、何見てるんだろう。お正月、まあ1月中のどこかで見てるってことかな。羨ましいな。だって家族で、まあ初詣というか近くの神社に、まあ、子供ながらにちょっと楽しかったのは、深夜12時を過ぎて、その暗いまんま、僕の地元の神社に向かって歩く、結構距離あるんですよ、坂道で。で、そこまで、まあ、家族で歩いてる途中に、近所の人とかと鉢やったりとか、一緒に行ったりとかして、なんかこう、新年感をその地域で味わうみたいなことは、もう一種楽しいと思ってたけど、これのミュージカルバージョンでしょ？めちゃくちゃすごくない？羨ましい。もう本当に子供の頃からね、舞台とかミュージカルとか僕見なかったですよ。本当に見る機会と言いますか、チャンスも、家族にその興味もなかった。羨ましい。まあ、でも逆に言うと僕の場合は、それがないまんま、高校生でその世界を知ってしまっ
て爆発したというはい、ありがとうございましたね。毎年ね、今度はもう今お二人で本当に素敵な行事になってると思いますんで、毎年欠かさず何かしらのミュージカル、今年はね、まあ、お正月じゃないですけれども、ラマンちゃんもよかったら見てください。ということで、続いての川柳に行ってみましょう。ラジオネーム窓ケイさんのミュージカル川柳はこちら。お目当ての配役狙い休み取る。いいね、さすがですね。これいきましょう。それいい感じ、ララルララララ。いいですね。やっぱその出ますもんね、キャストね。レミゼラブルとか特にババーンって出ますよね。劇団四季って俳優目当てにしないよう作品第一主義だったんで、僕はそこにいたから、ある時期は自分がどうのこうのよりも作品がどう見えるかってことに本当に本当に集中した3年4年はありましてですね。でも劇団四季だけじゃダメだと思って、僕自身がいろんな世界を経験したいと思って外に出たんですけれども、やっぱ外に出たら自分という俳優がどう見てもらえるかというものはとっても大事なんですよね。で、自分の表現だからこの役が生きるとか、ね、僕が言ってもらって一番嬉しいのって、この俳優さんばっか見てる推しなんですけど、あの人の動きがどうしても目に留まっちゃって、ほんで次また全然知らない機会で好きなミュージカルだって見に行った時にこの役者さんがやっててみたいな、ほんでやっぱり同じように目を引かれましたみたいなことがで嬉しいですよ。何の話になった途中からね。配役でね、僕がダブルとかになった時に、なんかね、正代さんがこの回だから休み取って勇気を取っていこうって思ってもらえるような、そんな俳優に、そんなね、お仕事ができる人間に本当になりたいなと思っておりますんでね、窓圭さんの有給を奪い取れるように今後も頑張っていきたいと思います。ではでは続いての川柳いってみましょう。ラジオネームジェシカシカさんのミュージカル川柳はこちら。オペラ座がもうすぐ終わる、辛すぎる。くぅ、辛いね。何を言えばいい、何にも、ね、始まりがあれば終わりがあるんです。はい、ジェシカシカさんの追記いただいております。オペラ座の怪人東京公演がもうすぐ終わってしまいます。気軽に見に行けなくなるの辛すぎます。3月から大阪らしいので見に行こうかなと計画していますと書いていただいておりました。ありがとうございます。気軽にね、見に行けない、やっぱりやってくれてることのありがたみって終わると感じるよね。逆に3月からの大阪1回1回がちょっと質が高まるくないですか。なんかちょっと大阪へわざわざ行く、このわざわざっていうものが、なんだろう、お腹空かせてから食べ物を食べるみたいなさそういうちょっとした高揚感につながるし、見沼にハマってる人たちはこの楽しみ方をよくご存知だからね。3月の大阪もちょっとした小旅行兼ねて、休暇兼ねてですね、ぜひオペラ座見に行っていただきたいと思います。ではでは続いての川柳いってみましょう。ラジオネームゆりさんのミュージカル川柳はこちら。靴の裏サイズ見たさにガン見するどういうことこれ。戦えそれが地上の道。はい、ゆりさんから追記いただいております。私が通っているテーマパークのショーで、演者の一人が客席にお尻を向けた状態で他の演者に土下座するシーンがあるのですが、土下座した時の足の形や上着のかぶさり具合によって靴の裏に書いてあるサイズが見えるのです。前方席の時はサイズ確認も込みで楽しんでます。別に推しの靴のサイズを知ったからってどうというわけではないんですけどね、わらと書いていただいておりましたあ、その土下座のお尻じゃないんですね、お足なんですねしかも足のサイズいやー、いいですね。もうあれだね、アングラの世界にはね、あれアングラの世界で言うとあれか。でも本当に好きなんですね。劇団四季で
魔法セタマジョリンという作品の時に終わりのロビーコールみたいなんでさよならっていう時にこう見てますみたいなことを何回も言ってくださる方がいて、でその方が教えてくれたのが、私たちなんですけど、オペラ座の怪人500回以上見たことがありますっていう方がいらっしゃって、そうなんですか、ありがとうございましたって言ってこう声出するんですけど、オペラ座の怪人500回見て何見るんだろうって、でもそれでも見続けてるんですよその方たちは。だから僕も靴のサイズ、靴の裏見られてたから、そのオペラと僕出てないけどライオンキングも数百回見てる方だから、なんでしょうね、シマウマのなんか材質のちょっとしたマイナーチェンジとか見られてるのかな。なんか本当に俳優として気が抜けなくて、ある種ありがたいというか、気なんて俺舞台上で脱いだことありませんけども、ねえ、ちょっとなんか、あなたたちは俳優としてあるべき姿をちゃんと見せてねという、その、ある種戒めになるというかね、肝に銘じてね、一個一個の舞台、新しい人が見に来る舞台ですから、必ず絶対その公演がね、2回目の人もいれば3回目の人もいれば、初めて見るという方に作っていきますからね、稽古を全部踏まえてね、でその上でいろいろ楽しんで積み重ねて楽しんでいただけるよう舞台作りはしておりますから、その辺も私はちなみに 27.5 でございます。はい、ということで次の川柳行ってみましょう。ラジオネーム夕焼けを見るゆうやさんのミュージカル川柳はこちら。美女と野獣、詳細情報まだですか。あー、じゃあこれ行きましょうかね。えい、沼が広がる。はい、追記いただいております。2022年10月に舞浜アンフィシアターで上演されることが嬉しくて嬉しくて、公演期間とか詳細を早くくれ、びっくりびっくりびっくりという気持ちでいっぱいです。詳細はまだですか、びっくりびっくりびっくりと書いていただいております。それは事務局に連絡してください。いいですね。もう、公演詳細ね。何本見る気ですか？夕焼けを見るゆうやさんはね。2桁見ましょう、2桁。嬉しいですね。始まる前からこうやって楽しみにしていただける声を、僕が出てない舞台でもそういう気持ちで困ってくれてる人がいるんだっていうことを知るだけでですね、私自身は自分の公演に携わるエネルギーが増すというものでございます。はーい、もうたくさん美女と野獣楽しんでくださいね。ではでは、以上かな。はい、今回も素敵な川柳をありがとうございました。こういった感じで今後もミュージカル川柳を募集しておりますので、思いついたらぜひツイッターにハッシュタグアツミュをつけてツイートしていただくか、フォームや DM からお送りください。ではではこの辺で、お便りのコーナーかー、アツミュというわけで、リスナーの皆様に送っていただいたお便りを読んでいきたいと思います。12月1月のお便りのお題は、この時期に見たくなるミュージカル作品、この作品をこの人と見たいです。それではお便りを読んでいきましょう。正代さん、こんばんは。こんばんは。ラマンチャの稽古中とのツイッターを見てワクワクしています。早く見たい、見たいです。楽しみにしています。ありがとうございます。私が季節限定で見たい欲が強まる作品は秋頃にアラジンです。私が初めてアラジンを見たのが秋でした。毎年秋になるとルーティーンのようにアラジンが見たい、でも今チケットを取ってもこの秋中には見れない、涙となって切ない気持ちになっています。それを見越して春頃から手配すればいいのですが、春はライオンキングの周期なので気づけないんです。気づけないんだ。今のうちにそれぞれ見たくなる時期にチケットを買っておこうかなと思います。ラジオネームケナデモさんからいただきました。ケナデモさん、ありがとうございます。あーね、この初めて見た時期、寒い、暑い、いい気候だった、花粉がひどかったに作品の印象ってやっぱついてきますよね。わかるなー。僕も肌寒くなり始める前とかにウィキッド見た記憶とか、僕にとって海という劇場がとんでもなくなんか手の届かない場所のように感じてたりするんですよ、勝手に。なぜか
行ったことがないだけでね。でも春とかライオンキングとか京都劇場とかは全然行ってたりしてたのに、そこだけなんとなく手が出ないというか、あとウィキッドを見たい見たいって思いながらずっと見る行動に移せないっていうのを何年も繰り返してて、いやウィキッドって海が結構中心だったから、あの時そのね思ってた時期にね、なんでそういうことが結構なんかね5年後とかね10年後とかに、あーうわーなんか見たくなるっていうこの気持ちはむちゃくちゃわかりますね。でライオンキングで手一杯なんですね。僕はライオンキング出演者だからライオンキングで手一杯のあなた歓迎します。いえ素晴らしいでございますね。ご利用は計画的に、思い出も計画的に思い出に浸れるように計画的にチケット取っていきましょう。はい、ケナデモさん本当にありがとうございました。この番組ではお便りやミュージカル川柳を募集しています。お便りは1ヶ月から2ヶ月に1回お題を変更しております。12月、1月のお便りのお題は、この時期に見たくなるミュージカル作品です。ぜひ、季節限定で見たい気持ちが強くなる作品があれば、理由も添えて教えてください。そして、この作品を誰と見たいなどもありましたら教えてください。お待ちしております。はい、ということで今日もあっという間の30分でございました。エンディングトークでございます。まずは僕の YouTube チャンネル、森内正代のエンターテインメントアカデミアというものをやっております。地道にゆっくりと不定期に投稿しております。ラジオのカットトークをアップしたりもしていますので、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。そして、チャンネル登録の方も、なんかね、ちょこちょこちょことなんか増えてきていただいてて、新しい方が僕のことを知っていただけてるのかなっていうバロメーターになっておりますので、ぜひとも皆様、たくさんの人に広めていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、冒頭にも申しましたが3月10日16時からこの番組の特番が生放送で放送されます。番組を盛り上げて川越のエンターテインメントやミュージカルをしっかりと盛り上げていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。またですね、森内正代なんとオフィシャルファンクラブというものを持っております。ショービックプラネットという名前でございまして、現在会員様を募集中でございます。先行チケットの優先購入やチケットの送料無料、また月に1本限定動画をお送りしたり、ファンクラブ限定で公開している写真なんかもございます。森内正代オフィシャルウェブサイトに会員限定ページもございます。年に1、2通のメッセージカードを送付しております。年賀状とかね、クリスマスカードとかね、送らせていただいております。興味を持ってくださった方はですね、森内正代スタッフというツイッターアカウントの固定ツイートからフォーム入力をしてお申し込みください。ご不明点がありましたら森内正代スタッフアカウントの DM までお問い合わせください。てな感じで今日も終わっていきましょう。次回の放送は1月13日の23時から23時半での放送です。次回以降の川柳やお便りも公式ツイッターにて募集しておりますので、ぜひハッシュタグ厚みをつけてツイートしていただくか、番組公式ツイッターの DM や専用フォームからお送りいただけると嬉しいです。お待ちしております。感想もハッシュタグ厚みを入れてツイートしてください。こっそり探しに行っていいねいたします。ではでは、また次の放送もミュージカルトーク満載でお送りしていきます。ということで、2022年みんないい年になりますように。次回もお楽しみに。僕は粒あんより腰あん派です。